見れば見るほどですはい 先ほどのニュースにもありました。あだちゃんからもいただいております。A69 スケさん、北朝鮮のネットが一時停止したそうです。原因は不明とのことですが、アメリカが関与したのか、北朝鮮が意図的にこた行ったのか分かりませんが、何か不気味ですねという、これ次の段階の話ですよね。ともかずさんからもいただいております、まあ、いわゆるアメリカの映画に対しての北朝鮮の怒り、はい、それによってサイバーテロが行われたかもしれない、北朝鮮がやったかもしれないと。はい 言われてますしその後の今話ですね昨日北朝鮮のインターネットが9時間半にわたって接続できない状態が続いたそうですということですねうーん、まあ、とにかくそのこの間アメリカへのサイバー攻撃があったばっかりの 北そういうところで北朝鮮が今度は、うん、インターネットも停止してしまったということです。まあこの方追伸としてロシアからですね、えー、詳しい教授 十数人を行使に迎え入れていると、えー、これ、北の恐るべき計画の中の一つ、ロシアからいろいろ専門家みたいな人をです、ねはい、迎え入れるというそういう動き、はい、5000人以上のサイバー攻撃要員の育成もしているとかいないとかということですね。うん でさらにこの方は坪井さんに近い将来こういった一瞬にして国の心臓部を、えー、機能できなくするサイバー戦争が起きる予感がいたしますということです A69 助さんからも頂い,いておりますアメリカソニーが北朝鮮の、えー、キム・ジョン第一初期暗殺計画を描いたコメディ映画を複数の劇場に限定して 一転して公開するようですと、これをまたこの間からちょっと変わったと、はい。中止にする、公開中止っていうふうに、ねうん、発表してたんですけど、それをひっくり返して、うん、やっぱりやるぞと。で、この方は、どういう内容の映画ですかね、気になりますが、北朝鮮の報復もまたありそうなんで、そっちも気になりますと。 これで本当に上映してまたいろんなことが起こったとしたらやっぱり余計,余計にまた北朝鮮の関与みたいなことが問われるでしょうね。はいうん、まこちゃんからもいただいております映画の公開を中止したソニーピクチャーズはなんと再び一部の映画館で25日から「ザ・インタビューの公開こうタイトルがこういうことですかね、はい、を公開するということを発表いたしましたということですね。 まあこの公開を決めた理由はどうも、オバマ大統領の名指しの大批判、ねうん、あのテロ国家に屈したのかということ、はい、オバマさんがもうやりなさいみたいな雰囲気でね、アメリカがテロリストに屈したことが大問題になったようで、急遽テキサスやジョージア州の4大として公開することに方針を変更したようです。 そのことにソニーピクチャーズは表現の自由の抑圧に立ち向かい公開できることを誇りに思うと発表してソニーピクチャーズを大批判していたオバマ大統領も オバマ大統領はソニーの決断を称賛しているとホワイトハウスが発表したらしいんですがでも、このまま映画を上映,上映して本当に大丈夫なんでしょうか本当に観客が殺されるテロが起きたらこれ大問題になりますよというところのお便りが今日届いておりました。うんうん こ,れうん、ここまでになっていくる、いわゆるエンターテインメントの世界の話なんだけれども、ここまでになってくると、うん、ちょっともうせ、世界各国も関係ないって言えなくなりますので、うんうん、ど,どうなんですかね今までアメリカの映画の中には、いろんな政治家とか、 いわゆるフセインもそうですし、うんえー、カダフィ少佐とかですねそんなような人がいくらも出てきてですね、はい、なんかパロディの中にこう組み込まれていたということ、うん、私も何本か見た映画の中にはエリザ,エリザベス女王もおりましたですね観客でこうずっと大きな試合見てて。はい、それで あの、ずっとウェーブがわーっとあるじゃないですか。すんなエルザベス女王も一緒になってウェーブをこうさせられているやつとかですね。<laughs> はい、いろんな、あの、のは今までもありましたですね。はい。うん で今回はどういう内容なのかっていうのは僕らもちょっとまだ見ておりませんのであのもう、それこそあのあ、誰もが見たらそうやなってわかるような、こうだけど、一応別人として描いているのか、うん、もう党の本人みたいにして描いているのかとか、暗殺計画って言うけど、結末どうなるのかとか、うん、それによってもずいぶん印象は変わってくるし。うん いろんなねこれは考え方があると思うんですけども、うん、まずあのアメリカからすればですね、うん、映画産産業業とというのははアメリカににっては大変に重要な産業ですよね、はい、でしかもそれを担っておりますのはユダヤ系資本とかですねアメリカのいわゆる政界をバックアップしている支えているような団体なわけですから、うん、そういったところがあのアメリカの弱腰といいますかねそういうことによって で屈してしまうということは、はい、大統領としてもやはり一言も二言も言わざるを得ないであろうという立場う一大産業なわけですからねどのぐらいのレベルで描かれているのかっていうのはなかなかわからないですけどただ,だ一番最初の時点でやっぱこの映画があの暗殺いわゆるその悪役として出てきているだけじゃなくって党の本人暗殺するっていう話なわけでしょ、うんうん、で もう刺激するの分かってるじゃないですか、これ、そのいわゆる今の状況で,で、北朝鮮、今、アメリカは、まあ、今度、ならずもの国家再指定するかどうかみたいな話になってますが、うん、今はそのならずもの国家ってのは外したわけでしょ、周、まあ、りなりにも一国の主として、国と国で付き合ってるトップの人を。うん こういうふうに扱うっていうと、どんな影響が出るかっていうのは、アメリカと北朝鮮だけの話でなくなるだろうっていう、他の国にも日本だってえらい迷惑な話ですわね。っていうのを、最初にやっちゃったアメリカっていうのは、やっぱちょっと私はやり過ぎだったんじゃないかなっていう気がしますけどね、まあ、映画の内容にもやるとは思うんですが、うん。公開した映画館もということになると、これを日本に来て公開したのも。 それ範囲の中に入るだろろううかというといころも日本人としては気になります、うん、もちろん大前提として言論がこう屈していくということは、はい、よくないであろうということ、うん、そしてアメリカの一大産業であるということを言いましたけれども北朝鮮においても映画というのは もう一番の娯楽で、はい、僕らが思ってる以上に映画というのを占める北朝鮮社会に占める割合それから一般の人たちの楽しみ娯楽の中にちょうど僕らが子供の頃、映画というのは娯楽の中の王者だったわけでそういったものの中にこの一番上の人のことをやるということはと、うん、いうのはね僕らが思う以上な 北朝鮮にとってはインパクトのあることではあるし、はいうん、アメリカはアメリカそして北朝鮮は北朝鮮の事情がこうなんかぶつかり合ってるようなねえ。というまあ今ここまで来ましたというところでございます。